さあ、じゃあ続きいきましょう。はい、まあもう話せば話も長くなりますが、うん、マティスはね、まあ、今回ね私は展覧会を見た後に調べたこともあるし、行くまでにもいろいろこういうところは全然知らなかったし気がつかなかったなっていうことがあって、まあその中の一つがやっぱりこの装飾性、装飾、まあ私自身もね、なんかこう装飾的な作品ですねって言われたことっていうの結構あるんですよ今まで、うんうん、でそういう言い方するのは失礼に当たりますかとも聞かれたことあったり、うんうん、いやそんなことなくて、私の場合は例えばタピストリーのように見えるとか織物のね、うんうん、なんか綾織のように見えるとかいろいろ言われて、いやそうなんですよ私のはね、やっぱりハンドクラフトっていうかこう工芸品みたいなもの好きだから私自身も、なのでその人間の手が作ったものの味わいとかそういうものは作品にこう生かしたいっていうかこう取り入れたいと思ってるし、うん、そういうこと自体は悪いことだと思っていませんけどとは言ってきたの。ただ根拠がなくそれ何が悪いのか なんかそういうことって失礼なのかどうかってあんまり考えたことがなかったわけ、うん、そしてこのマティスのこの本を読んでみたら、あやっぱり当時はそのなんてアカデミックな例えばよくこうやり玉に挙げられるこういうさね、アングル、これはアングルの人の泉っていうさ作品を描いた人ですよ、うん、陶器のようなさ彫刻のような人間を描いて、でまあ、一番その当時アカデミズムの、まあ、最高峰みたいなところにいた人で、まあ、その前 の時代ですけどね、マティスなんかよりもずっと前だけれども、アカデミズムっていうと先に出てくるのはこの人なんです。デュシャンもこのやり玉あげたりね、目の形にするみたいなとか、まあまあ分かりやすいからね、分かりやすいからみんながよく知ってるからね。こういうさ作品っていうもののそのがある中で、うん、なんかさこういうものが絵画なんだっていう意識が強いとさ、うん、なんかこのマティスがやってたことってさ当時はさやっぱり変な絵だなと思ってる人だっているわけよ、うん、特にピカソなんかはここに出さな書いてきませんでしたけど、うん、なんか素人にああいうことされると困るんだよねみたいなことをマティスに対して言ってる結構マティスとは親交があって仲が良かったから、うん、そういう言葉を使ってるのかもしれないんだけど、なるほどね、うん、そうなんだけど素人がああいうことされると困るんだよねみたいなことが書いてある要するにピカソから見てもマティスの絵っていうのは、うん、アカデミックなそういう基本的なことは踏まえてはいるものの、うん、やってること自体はもうはちゃめちゃっていうかさすごい素人的な やり方なんですよ、うん、なので結構やっぱりいろんな人にこう絵って装飾と違うんじゃないですかみたいなことを言われるんだけど、いや絵こそ装飾なんであるってね、もうなんていうか割り切っちゃってるとこあります。うんうんうん、でそういうところがこう好感を持てるっていうか、なんていうか今の時代に非常にこう共感できる部分なのかなと思ったり、うん、だからこのアンドレ・ベルデっていう人が1952年にこのアラベスクっていうものに惚れ込んでおられるのですかと問いかけられたのに対してマティスは答えてる。アラベスクっていうのは唐草模様のことです、うん、この、うん、こういうことね、これこういう、あ、こういうね絨毯の柄ですよ、要するに、うん、前のアラベスクって言うんですけど、そういうものに興味がおありなんですかって、まあ、遠回しにちょっと批判してるというか、うんうん、と自分のあらゆる面を表現するのにこれが一番総合的な手段だからです、うん、ある種の洞窟壁画の主要な線にはそれが見られます、うん、それはこうした素描を膨らませる情熱的な躍動です。これをね、このね文章はね分かりにくいアーティストはやっぱりねあんま文章の力ないっていうかね、うん、これは私なりに咀嚼すると、うん、この洞窟の壁画なんかには装飾的な部分があるでしょと、うんうん、ああいう民族のとか原始的な芸術には
必ず繰り返しの柄とか装飾的な要素ってあるんですよ、うん、それがもう見る人の心をつかむというか、なんか楽しさとかさ、絵を描くとか見ることの楽しさにつながってる、うん、でそれはこうその描いてる人もその楽しさっていうものがこの絵に残されるし、でそれを見た人にもその情熱ね、一生懸命この唐草模様さ、綺麗にこうさ、あの描くっていうか、この抽象的なさ、この装飾を綺麗に細かく施すって、やっぱりこう情熱を注がなきゃできないことだし、それを見た人は、あ、この人はこうやってこのことをすごくこだわって一生懸命やってるんだなっていう躍動感が伝わるわけですよ、うん、人間のこの息遣いというか、そういうものなんですよ、そういう装飾っていうものは。だからみんなこのカーテンとか絨毯、いまだに、まあ、確かにこう無地のね、あのカーペットもあるし、あのカーテンもさ、無地のさ、カーテンにしてる人もいると思うんだけど、でも一方で、いや、そういうの見てるとだんだん飽きてきたなみたいになって、なんかちょっとこう民族風の装飾的なさ、あのちょっとこうエスニックな、あのインテリアにしたいなっていう気持ちもどっかにあるじゃない、そういうものがこう生活の中に入ってくると、ちょっとこうなんかそこだけこう異空間っていうかさ、あの異次元の世界にこう溶け込めるっていうか、現実から逃避できるというか、ね、そういうものはやっぱり昔から原始的な人たちにもあって、洞窟をそういうもので飾ろうとか、居心地のいいものにしようっていうのがあって、そういう情熱っていうのは必ず見る人にも伝わると、だからこの自分自身は面を表現するには、やっぱりこう原始的なそういう気持ちってやっぱり大切にしたいなって、そういう基本的なこう率直な気持ちって大事にしたいと思ってるんです、それが一つのアラベスクなんだっていうことを言ってるんですよ、ここ、だからこの装飾的ですよねっていう中には、まずさ、一切一杯皆さんに喜んでもらいたい、生活の中で楽しんでもらいたいっていう気持ちは悪いことじゃないっていうふうにここで伝えたいわけ、で、そしてジャスパー・ジョーンズの時にも薄雪のシリーズで言ったと思うんですが、この装飾的なこのアラベスクとか繰り返しの模様っていうのは、ジャスパー・ジョーンズもあのハッチングのやつをこう縦に、あの横斜めをこうさ、パズルのようにこう組み合わせて、だんだん大きくしてたじゃないですか、つまりこの空間をね、広くあの拡大させるのに一番この一番いい方法なんですよ、これが、大きなものをさ、大掴みに描くっていう世界よりも、こうパーツがあってそれをどん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 こう組み合わせて世界を広げていくっていう方が、やっぱりこの細かい作業がこう残っていくっていうか、だからそれを言っていて、これがやがて、マティスのこの応用芸術っていうかさ、建築とのコラボっていうのにつながっていくんですよ、そういう意識、でこの建築とのコラボっていうものを、やっぱりマティスがやっぱり先駆けなのかな、まあもちろんその宮廷のその装飾を手掛けたルーカス・クラナハとか、教会の絵を飾るってことも一つの装飾ではあるけれども、何か教会に新しい自分なりのデザインをこう吹き込んでいくっていうことを、新しいこういう近代的なあの自分なりの絵柄、個人のその、なんていうのかな、創造的な活動を教会の中に入れるなんていうことができたのは、もうマティスがやっぱり先駆けかなと思うんですよ、この後にスーラージュとかリヒターなんかが教会のステンドグラスを、ずっと後になって、やっぱりマティスがある、マティスがでやったことに対してのやっぱりそういうベースがあって、あ、自分もやってみたいなっていうのがあったと思うんですよね、スーラージュはフランス人だし、で、まあ、かなり新しい現代の、 あの新しい感覚の、絵柄をそのステンドグラスに吹き込んでいくっていう、紹介したと思うんですよ、ディヒターのもね、すごいあの色のこのカラーチャートみたいなやつを教会に
入れたっていうのがあったと思うんですが、これがこのロザリオ礼拝堂といいまして、フランスのニースのこうちょっと、うん、外れの方にある、村の教会なんですが、ここに、ちょっとこう動画があるので、これがちょっと流せるかどうかわかんないけど、流せたらちょっと見て、こういう教会です。すごくこうシンプルで、あの新しい感覚の教会なんですよ。カトリックの教会とかじゃなくて、こうね、カテドラルのなんかさ、こうクラシックな教会ではなくて、こういうすごくシンプルで、そういうところにこうぴったり合う、これマティスのステンドグラスです。つまりこういう感覚をみんな、その新しい感覚の教会っていうものをさ、すごく心よくこう受け取ってくれてるというか、フランスで、すごい単純な明快な柄なんですけれど、ちゃんとこう自分のこの絵をなんかこうあんまりこの教会に合わせてねじ曲げるんじゃなくて、ちゃんともう自分の表現として教会の中にこうそのまんま入れるっていう表現を、かっこいいとこ見せようとかそういうんじゃなくて、もうなんていうかすごくドローイング的な作品なんです。でこれはどういう縁でこういうことができたかっていうのをこれからご紹介するんですが、これはね、展覧会ではすごいなんかあの地味なあの写真がこうあって、そしてあの 4D の 4D の、 あの動画が放映されてました。なんです、まあなんかすごく綺麗にあの撮影されて教会の中をこうね歩いていくような様子とかもあの、まあ、臨場感ありましたけれども、まあ、あのこんな感じで興味のある人は Google マップのアース、あと Google Earth、うん、Google Earth でロザリオ礼拝堂って日本語であの検索して入れれば、そこにたどり着いて、中入ってきるやつね、中入れますし、あの映像っていうかそこの画像をいろんな人が撮影したのをたくさん見れます。なので、まあ、見ていただけたらと思います。今やっちゃうとすっごいもうガーガー音がしちゃうんで、フラーズすっごい容量取るので、うわーとかなんか熱くなっちゃうんで、このノートブックがなのでちょっとやりませんけれども、興味のある人はやってみてください。でこれは、ね、なんで、こういうことが実現できたかと言いますと、こういうことがきっかけでした。これですね。とね、第二次世界大戦のね真っ只中にね、1941年です。マティスはですね、大腸がんの手術をします。で、結構ね、やばいかったみたい、この時。その、結構深刻な大手術で。まあ、71歳って書いてあるもんね。71歳です。この時代71歳はもうよく生きた方だよね。で、余命6ヶ月と宣告されたそうです。で家に戻ってベッドの上で絵を描き続けたと。で、まあ、少しずつ奇跡的な回復を見せたんだけど、まあそれでもよくまあ手術をしてこう死ななかったなと思って、まあ第二の人生を生きてるような気がしたと言ってます。でその第二の人生でさらなる奇跡が起きます。見習いの看護師のモニク・ブルジョアとこの人ですね、出会って、まあ、この人は職を探していたんですよ。まだ当時21歳で、これはもう年取ってからのことだと思うんですが、21歳の彼女はアッセンジョ経由でマティスの夜間の看護に雇われて、まあ、献身的って読むのかこれ、あの手当や朗読、食事の準備をした。最初は、まあ、マティスのすごいこうさ、他人の素振りというかね、老画家であるし、まあ、あのモニクもなんかさこう近づきがたいみたいなとこがあったんだけど、まあ、次第に心が開いていって、すごくこの友情が芽生えていったらしいんですよ。でこのモニクがその実はこの後会った時にこのロザリオ教会の、修道場になってるんですよ。で衝撃を受けて、あの時のね看護してくれて、で何かこう困ってることはないだろうかって
言うんですよ。そうするとね、うん、ぜひねここの礼拝堂は、まあ、最初シンプルだったので、うん、このステンドグラスとかそういうのもなかったみたいなんですよ。あのそういうあの装飾を手掛けてもらえませんかって言ったんです、うん、でまあ、ぜひねやりたいって、うん、私が言うんですよ、うん、でね、もうねもう全部自分がやりますって言って、お金ない、あのいらないからって言って、うん、むしろねマティスは自分の作品なんかも売りながら、うん、この装飾に試着します、うん、でねその間ねまあモニクのね肖像画なんかも描いて残ってるんですけど相当入れ込んでたんだね、なんかね、うんうん、76歳でね再びねこのねニースのあのバンスっていうところにあるんですよ、このロールライスとか、うん、その近くに暮らし始めて、うん、ね、でモニクと会って、うん、で礼拝堂の建設、まだ建設だからね、まだ建物も建ってなかったってことですよね、うん、協力したいと言って無償で協力して、うん、ね、で高齢だからさ、もう年取って76歳だから、うん、大変なのでね、もうね座ったままやったらしい、こうやって椅子に座って、こういうふうにして書いたものなんですって、でねこのステンドグラスはどういうふうに作ったかっていうと、うん、これはねあとちょっとこう端折っちゃいましたけど、うん、こういう感じ、こうね、うん、切り紙をするんですよ、うん、絵を描くんじゃなくて、うん、要するにねシンプルな形っていうのは応用現実にはシンプルな形がいいんですよ、うん、漫画にしてもさ、うん、そのステンドグラスにしてもさ、あんまりさ複雑だとねあんまり意味がないんですよ、そういうその職人と一緒にコラボレーションするわけだから、うんうんうん、なんかさ整った形でないとやりにくいわけですよ、いろんな意味で、うんうんうん、そこで手で描いたものよりもこうやってハサミでこう切ったものの方が形が非常にこの単純化されるから、うんうん、こういうものでね、これがねマティスにとってのドローイングなんですよ、うん、ここでできた形を組み合わせていろんなこの作品を作ったりステンドグラスの下絵にしたりしてるんです、うんうん、これがすごいところなんですよ、これがね切り紙絵として残ってます実際に、うん、不思議なものですよ。こう組み合わせて、まあ、コラージュですよね。もともとダダイズムなんかでも、それからキュビズムでも、キュビズムでも、コラージュっていう技法が登場するじゃないですか。キャンバスに包装紙を貼ったり、マッチングさ、ラベル貼ったりとか、そういうさ、身近なものをこう貼り合わせて、いくっていうそういう動きと、うん、そのこうしてるというか、そのこういう方法もどうだっていうさ、折り紙みたいなこういうカラー用紙を用意してそれをジャキ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 切ったものを組み合わせて作品を作るっていう、うんうん、こういうものたくさん作り始めるんですよ、うん、たくさん残っていまして、そんなに大きいもの、すごい大きいものもあるし、こういうね結構大きいんですよ、こう、うん、だからもう細かいなんかさ、職人用技芸みたいなものじゃないの、なんか本当にこう自由に、そしてこうもう子供のようにしてさ、自由にこう楽しんで切ったものを組み合わせて絵にしていくっていう、うんうん、まあ、たくさん作っていて、それも紹介されていましたが、こういうものを元にしてこの、うん、建物の中の装飾に使ったり版画にしたり、それからキャンバスの作品にしたりしていくっていうことが起きるんですよね、うん、こういうことがほらこういうねステンドグラスに直結していくわけですよ、こういうものも、うん、ステンドグラスを作るのはマティスじゃないから職人だから、うんうん、あんまりさ複雑なものを預けちゃうと職人がすごい時間かかっちゃうし、うん、やりにくいし、うん、結果的にいいものができなくなっちゃうわけですよ、うんうん、だからこうシンプルなものを作るっていうさ、こういうステンド新しいステンドグラスを作ったらやっぱり先駆けかなと私は思うんですよね、これね、うん、
で、版画的な発想なのかな、版画的な発想なのかな。そうですね、版画なんかもそうですよね、うん、あのマティスの版画は今回、ね、見れなかったんだけど、まあ、あの2004年の展覧会では出てたみたいですよね、版画がね、うん、だからそういうものもそうです。あ、1点だけね、版画って言えるかどうか分かんないんですが、こういうものがあったんですよ。あの写真撮っちゃいけないやつだったんだけど、うん、これはね、あの版画じゃないんだけど、うん、布にこの型紙を置いて染めるっていうやつだったんですよ。あ、なるほどね。型紙はこの切り紙で、この切ったやつをこの布の上に置いて、でそれを染めるっていう、誰かこう、ね、職人が染めるんだと思うんですが、これが、ね、2点来てました、あの展覧会には。写真撮っちゃいけないっていうんでね、撮れなかったし、まあ、大きかったしね、まあ、こういう装飾もそうですよね、あのマティスだから。こういうのは出てませんでしたけども、こういうね、なんていうのかな、それまでは絵画の画家がや手掛けるものではなかったものまで、マティスがやることによって、この画家のこのカテゴリーが広がって、うん、自由にいろんな仕事を受けられるっていうさ、うんうん、そういう基盤を作った重要な人物なんですよ、マティス。なるほど。そうね、そこをみんなに知ってもらいたいんです。なるほど。だから芸術をアートを仕事にした人ね。そうなんですよ。仕事につなげられた人ってことね。つなげられてる、うん、ちゃんとこうプロジェクトっていうかさ、他の人とのコラボレーションができるものを用意できる画家だったっていう。なるほど、ね、工夫ができた。ああ、だから作品が一人で完結してないっていうのがポイントだね。だからね、それそれそれです、それです。うん、ここも重要なんです。ここみんなに気づいてほしいというか、うんうんうん。これを知ることによってね、よりこの今日の画家がもっとこう活躍の場を広げられるはずなんです。うんうん、もう知ってる人はやってるんですよ、それを。ちゃんと気づいてる人。うんうんうん、マティスがやってるんだから自分にもできるっていう。うんうん、その一人がウォーホルですよ。うんうん、やっぱりこの見た感じさ、ウォーホル影響受けてわかるじゃない、この。そうね、それは、うん、色合いがね、うんうん、あ、これでもいいんだ、画家の仕事としてこれもありなんだ、別に渋くってさ、うん、なんかこのさ、こう情感あふれるさ、なんかドラマチックな何かを描く必要はなくて、日常のなんかありそうな装飾的なものでも十分この画家が手がけて、みんなが喜んでくれるんだっていうさ、うん、そういう世界なんですよ、マティスが持ってる世界って。そこすごくね、勉強になったなって、私は、ね、だからこういうものの走りなんだね、本当に。そうなんです。あれも言ったよね、何だったっけ、なんか名前、画家の名前忘れちゃったけど、なんか線いっぱいストライプみたいな線描いてて、その並びだけ指定して他の人にやらせるみたいな人、うん、名前なんだっけ、うん、女性の、そう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 、うんうん、なんか割と最近のね、人でだと思うんだけど、多分その人はだからこの流れで割と先端の人みたいな感じ、うん、だからやっぱりそういうマティスがこう作ってくれた道に気づいた人は、うん、乗っかってんだね、あーと思ってある時気がついてさ、うん、そういう流れに乗れるわけなんです、うん、ところがこれに気がつかない人はどこかでやっぱりさ、装飾じゃないでしょう、芸術はって、うん、思ってる人はそこに踏み込めないわけですっていうことなんです、うん、まあ、そういう意味でマティスの、まあ、本当にこうね、ザザッと紹介しましたけども、うん、展覧会のね、まあ、私がちょっと面白いなと思ったものはちょっと撮影できるものに限っては撮影したので、ちょっとこう紹介していこうと思います、うん、まあ多分展覧会やってる人はね、そういうさことは気づいてないわけよ、うん、企画してる人は、うん、気がついてたらもっと見に行く人は違ってくるわけなんですよね。てか売り文句が変わるよね。変わりますよ。そのもの見せても、うんうんうん、訴える力も違ってくるし、うんうん、その展覧会の意味とかさ、うん、やっぱりさ、そのコンセプトというか
あの歌い文句というかその見どころとかああいうところはすごい重要なんですよ、うんうん、どこに焦点を持ってるかっていうね、同じマティスを紹介するにあたってもどういうところがどういうところを見てもらいたいのか、この時代に重要なのか、うん、この作家を紹介するのは何の意味があるのかっていう、うん、そこをしっかり踏まえた展覧会になるとより良かったんじゃないかなと、うんうん、思いました、うん、まあ、もちろんそんな理屈なんかなくても十分マティスは素晴らしいって思う人もいると思いますけど、うん、こういう作品とかこれなんかもすごかったねシンプルでね、うん、もうこれ見ただけじゃ何のこっちゃ分からんけどでもかっ潔いっていうかかっこいいっていうかさ、うん、あのあったじゃないあのターナーのさ、うん、カタログに載せるさ大雑把な自分の作品の図っていうのはさ、写真がない時代に、うん、こんな私の作品はこんなのですっていうさ、うん、図柄をこうさ掲載した図版見せたじゃない、うん、そしたらさターナーの絵はさ印象日の出みたいなやつだからさ、うん、こんな絵だったんですよ、なんかああそういうことね、ザザッと描いたようなやつでさ、こんなのでこのターナーの絵が紹介された図版が出てたんだな昔はと思って笑ったっていう場面があったと思うんですけど、あの絵画とタイトルの回ですよね。ああはいはいはい、うん、あのターナーがあーなんていうのかな、その自分の作品を、うん、カタログに載せていろんな人に知って買ってもらおうと思って、うん、私の作品はこういうものですっていうさ、当時は写真がないからさ、うんうんうん、ザザッと書いたものなんです、うん、それね、これじゃ伝わらんやろみたいな、ね、でも こんな絵だったんですよ。だからさもうね、こうね、あのマティスのね、あのドローイングいくつかありましたけど、みんなこんな感じで、うん、すっごいシンプルでね、良かったですよ。それはそれで、うん、すごい迷いのない線なんですよこれが、うんうんうん、さーっと描けて迷い、そうなのね面白かったです。川田さんから見たらそうなんだね。もう面白い、迷いのない線だなと思って。わかんない。ギザギザって書いちゃったりするわけよ。まっすぐに書けなかったりすると。うーん。うん、そうなんで、一重じゃなくて二重三重になってたりするわけよ。でもそれが良かったりするんだけど、うん、マーティスはさ、スーって書いてるじゃん、ほら、スーって。こうなんかさ揺るぎないっていうかさ、もうここに最初からもう線は決まってますっていう見方だから面白いなと思って、そうなるほど、そういう風に見るんだね、うん、そうそうそう、なかなかねこれは良かったなと思ったのと、これはねカタログね、今回ね3種類あったんですよ。なんかねデザインを変えてね、うん、要するにさ好みのやっぱり作品が載ってるか載ってないかって買う人が変わってきたりするしさ、うん、嫌なもの買いたくないじゃん、この表紙がさ自分の好きじゃないんだったり、うん、だから3種類作ったらしいな、あ表紙が3種類あるとそうそう、中身は同じなんだけど、うん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 、そういう手もあったかみたいに思ったんだけど、うん、で私はこの作品のやつを選んだんです、うんうん、なんかピンク色のねあのこうカバーって珍しいなと思ったので、うんうん、多分さあのプレミアつくと思って3種類買う人だっていると思うんだよねきっと、うん、まあ、何十年かしたらプレミアついてるかもね。そうそう、そういう買い方する人のために、だからそうするとカタログ売れるなと思ったのか、はい、そうそう3種類あってびっくりして、結構高かったよ、3300円ぐらいするんですけどこれ、うん、まあ、図版は高いよね大体ね、はい、そんなに安、まあ、高いけど儲かってないからねそうそう美術館はそうそう、まあ、これはね座るバラ色のラフっていうねタイトルがついてます、うん、でまあこうねリアルに見えるところとこの抽象的にこのさ研ぎ澄ましてこうさシンプルにした形っていうのとさ、うん、こうダブルというかさこう重ねてさ、なんか世界がさ行ったり来たりするとかうまいなと思いました、この作品は。こう肌色のところを見てるとこうリアルなものが見えてくるじゃん、なんとなく、うん、
しかし何かさ、それが映像のようにぐーっとさ、このシンプルな方に寄ってきてさ、こうね単純化された形にまたさ変わっていってさ、うん、首もさなんか横になってるこう形と立っててる形とかこうさダブって見えるような感じがして、こうちょっと動きがあと面白いし、こう異空間ができてるっていうかさ、うん、異次元ができてるっていうね、この絵画の中に、うん、これね、次元の違うさ、この次元の違いをこう一つの作品の中に織り込めるっていうの結構考えたんじゃないかなと思うね、マティスは、うん、それがこういうところにね、最初に紹介したこう窓の外なのかポスターなのか、うんうん、現実のさ部屋の向こうの部屋のことなのか、うん、このなんかこう柄なの、このカーペットの柄なのか現実にいる動物なのかなんだかよくわかんない、うん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 、不思議なこう空間作るじゃない、はいはい、ね、これなんかもそうじゃない、テーブルクロスなのか壁なのか、なんかこう浮いて、そう、これがもし壁だとしたらこれ浮いてるしみたいな、そういう遊びというかこの絵の異次元っていうさ、異次元空間みたいなものを楽しむさ、面白がるみたいな、そういうサービスっていうか見る人を楽しませる要素をこう織り込んでるところっていうさ、こういうところにもあるんだなと思って、で結構これは面白いと思ったし、うんうん、なんかもね、なんかさこう現実の空間よりもさ、こう楽しめる要素でこう絵をいっぱいにしましょうっていう気持ちが伝わってくるというか、うん、こう子供っぽいかもしれないんだけど、可愛らしいものが集まってた方が楽しいし色も綺麗だし、なんか愛着も持てるし、なんかそういう意味ではさ、モランディと比べたりすると、モランディはもっとやっぱり真面目だったのかなと思ったり、あのモランディは生物でね、こう、うん、コップとかさ、あのなんていうか水入れとかさ、ね、花瓶とか書いてこうやったけど、マティスはなんかすごいそういうのをさ、あのあまりかしこまらずにさ、うん、こう元気いっぱい楽しんでるっていう感じが伝わってくる、うんうん、これいい作品だなと思って、で こういうね、霧が見えっていうのは、あのこれは冊子の表紙とかに使われたらしいんですよ。それでこういう、要するにそう、さっきも言いましたけども、二次的なそのいろんな人とのコラボレーションとか仕事を受けようとかさ、挿絵を描くとか、うん、そういうものもその時間かけずにパパッとこうさ、あの手を出せるっていうね、そういうこう工夫とかその準備がちゃんとできるっていうことがいかに大事なことで、うん、あのいいこと、重要なことかってことを教えてくれてるっていうね、うん、こういうことは、あ、やっぱマティスから学ばなければいけないなと思ったし、でマティスはね、この供養でね、彫刻なんかも残してます、うん、でね、マティスが買った作品の中にはロダンのね彫刻もあったりするんですよ、うんうんうん、やっぱり尊敬してたんですよ、ロダンね、やっぱりちょっとロダンっぽいでしょ、うんまあそうなのかな、うん、いやその彫刻の色がロダンっぽいからロダンっぽく見えるのかなまあわかんないけどもうなんていうかゴツゴツしてさ、すごくこうさ、あ、手の跡が残ってるっていうかさ、うん、そういうところが、あ、なんかロダンみたいな彫刻作ってみたいなっていうことがあったかな、でもっとロダンを抽象的にしたらこうなるんだよみたいなことを教えてるかなと思うんだけど、うんうんうん、あとね、なんかね、この作品すっごく良かったですよ、うん、こう見ちゃうと大したことないように思っちゃうかもしれないんだけど、うん、メナード美術館が持ってるものが展示されてたんですが、うんうん、綺麗だったんですよ、この色合いといいね、この画像からは伝わらないぐらい、ね、魅力的でした、うん、やっぱりね、この現実にはない色をちゃんとこうさ、うん、この
なんとかしてさこう人々が楽しめるようにと思ってこう色を着替えてさ、うん、ちょっとこ うちょっと大げさにさ華やかな色を持ってきて、現実ではないかもしれないけど自分はこんな景色だったらみんな喜ぶんじゃないかなと思って描いてるっていう感じがするの、うんうん、こういうサービス精神というかね、そういうところがやっぱりマティスが愛されるところかなと思って、こういうのもあるんですよ。ミニマリズムありますよね、うん、すごくこうシンプルで、このなんかこう暗いこの奥がこう深いというか、うん、すごい抽象性のこうさあの入り口のような作品もありました、うん、このコリウールのフランス窓っていうものについて あの考察が解説が最後のカタログの最後に書いてあるので、うん、まあ、あの興味のある人はこれを買って読んでみたらよろしいんじゃないかなと思います。で、こんな面白い人間とかもあるんです、うん、白とバラ色の頭部っていうね、うんうん、こういうものとか、と彫刻でもなんかこういうさすごくこうなんかさ、うん、楽しい形とかさ、うん、こう抽象的なんだけど、まあ人間だっていうのはなんか見てるうちにわかるんだけど、うん、なんかこう日本のこけしに近いような意識、はいはいはい、うん、あのこけしもほらすごい単純化したもので、そうね、うん、でそういうところと近いものがあって、うん、それで、まあこの最後に紹介したいことが一つあるんですが、時間的にあちょうどいい時間なんで、この次にですね、もう一つマティスの重要な要素があるんで、この今回初めて気がついたことがあるので、それを最後紹介したいと思います。はい。